カヤノミカニモリ、学名クリピアモーリスバイファスキャタは、9空目鬼の角外科に分類される巻貝の一種。南日本を含むインド太平洋の岩礁海岸に分布する頭型の巻貝である。またカスリカニモリ、アラレカニモリは、カヤノミカニモリの種内変異とされている。体化は15から30ミリメートル程度で、頭型、厚くて硬い。 角標は太く低い縦あばらと数本の細く高い西あばらが走り、交点は光沢のある楕円形の下流が並ぶ。なお大きさや殻色は地域や個体で変異があり、小型で黒色の蚊帳の三蚊にり、大型で白地に黒色下流はカスリカにり、全体黒褐色で下流の顕著なものが荒れ蚊にりと呼ばれるが、同一種内の変異とされている。また、 低頻度ながら、反紋や色体が出る、個体、一様に、紅白色の個体もいる。日本における類似種は、コベルトカニモリスリシアムダイオールカム、コゲツノブエチェ、カーリアム、ウミニナ、バトレリアマルティフォーミス、ホソウミニナビーアトラモンテリア等であるが、コベルトカニモリは、空の下流ではなくラコウが黒いこと、コゲツノブエは、下流型円ではなく半球であること、ウミニナは、 アバラが弱くゴツゴツしていないこと等で区別できる。また、生息環境も異なる。ただし、熱帯地域では、クワノミカニモリ、クリピアモーリスペトロサ、オオシマカニモリシエル、サブブロビキアラ等さらに類似種が増えるため同定が難しい。ワミオウのカヤノミは防水型で下流が多い貝殻がカヤノミに似ることに由来し、カニモリは 同じトガの小型種に共通する和名で、カニが守っている。つまり、よくヤドカリが入っているの意である。種内変異のカスリカニモリ、アラレカニモリも、各氷の下流をそれぞれ、カスリ、アラレに例えている。インド太平洋の熱帯、温帯域に分布し、日本では山口県、千葉県以南の温暖な地域で見られる。日本の温帯域では、カヤノミカニモリ型が多く見られるが、 九州南部や沖縄では、カスリカニ森、アラレカニ森が多い。岩礁海岸の長官隊に生息し、潮が引く、砥石の下や岩の隙間に群れているのが観察できる。本種が見られるのは、荒波が叩きつける区域ではなく、大きな岩や、防波堤の内側にある岩陰や、天石帯、あるいは波静かな内湾の磯である。コベルトカニ森とはほぼ同所的に見られるが、体状分布は、 本種の方が、やや高い。内湾の磯では、海にな、細海になとも同居するが、砂泥の多い区域では見られない。また、港内のコンクリート護岸区域では見られないが、護岸されていない区域や、テトラポッド下の天石地帯で生き延びているのが見られる。普通は利用されないが、海になるよう食用にする地域では、混格されている、可能性がある。ただし、日本国内では、 多くの地域で減少が報告されており、環境省レトリストで純絶滅器具とされているほか、6県が絶滅器具種に指定している。なお、沖縄県レトリストでは2005年版で一旦純絶滅器具で掲載されたものの、2017年版で削除されている。ありがとうございます。